皆さんこんにちは。今回は序盤の初心者がやった方がいいことということで、始めたばかりの人がまず何をすればいいかみたいなのをちょっと解説していこうかと思います。まず最初にやった方がいいことは、左上メニュー右下イベント一覧で、始まりの街でやってる、まあ始まりの街じゃなくてもいいんですけど、まあイベントですね、イベント飛んで、イベントのストーリーがあればまずそれやりましょう。まあストーリーっていうのはこういうダンジョン挑戦画面、これ難易度序動とか奥地とか書いてあるやつじゃなくて、アルカナジェムとかそういうなんかもらえるやつですね、なんかストーリーっぽく書いてあるやつ、こういう敵に立ち向かう誰々たちなんとかかんとかなのかみたいな、まあ、こういうやつですね。こういうアルカナジェムが手に入るこのストーリーみたいなやつは、序盤の初心者でも弱いので倒せる上に、経験値がその本当に最序盤にしては結構入るんですよ。1万とか3万のやつもあるし、でアルカナジェムってやつが手に入るとオーダー、あのガチャが引けるんですよ。それでスキルレコードが手に入るのでやっておくといいです。特にやっぱ開催期間があるものですね。このイベント一覧でこれ残り何日って書いてあるやつでやった方がいいです。まあストーリーがあるやつできればやった方がいいんですけど、なんでそれいいかっていうと、やっぱそのレベル上がるといいんですけど、なんでレベル上がるといいかっていうと、装備可能レベルっていうのがあるんですよ、武器には。で最初版あのレベル低いと装備可能レベルに達してなくて、こういうその武器が装備できないんですよ。これレベル15になんないと装備できないやつとかって。でこれ強い武器つけると結構序盤楽なんで、でまあそれについてはその序盤で一気にレベル70まで一瞬で上げる裏技みたいな動画をまあやったので、まあそれの動画のリンク一応貼っておきます。まあその裏技みたいなのやった方がいいのかっていうと、まあちょっと微妙なんですけど、まあ参考にはなると思うので。でまあそれが終わったら、何はともあれまずストーリーです。メニュークエスト受注クエストってやると、まあこれストーリー俺全部終わってるんでここないんですけど、これ紫の線入ってるじゃないですか。ここに青い線で入ってるそのメインクエストっていうのが表示されるんですけど、ストーリー進めていくと勝手にこのメインクエストっていうのが、まあここにあるやつ達成されてて、まあこれ完了クエストって押すと、これまあこういうのあるんですけど、こういうやつですね。これ進めてくと、アルカナジム、やっぱガチャ引けるやつとか、その経験値がもらえて、で進めば進むほど大量の経験値がもらえるメインクエストになっていくので、でこれなんだろう、9層くらいかな、もうここら辺でもう20万くらいもらえて、でまあどんどん進むと、これ25層の時点でメインクエスト1個クリアで146万経験値とかもらえるので、まあ、とにかくまずストーリーを進めましょう。でストーリー進める上でスキルレコードとか武具っていうのを、まあ、装備したりするのがいいんですけど、メニューステータスプレイヤー装備って進むと、まあ、これ左上武器って選ばれてるんですけど、これ武器防具って選べるんですけど、武器の方にはこれ武器とか、ここタッチすれば片手武器、これ盾装備すると、まあ、盾が縦しか、これレフトは左手ですね、これ装備できないんですけど、まあこれ片手武器じゃない場合はこれ両手武器っていうのを装備すると、まあ縦が装備できなくなるんですけど、ここにスキル1スキル2スキル3スキル4ってあるんですけど、ここソードスキルっていうのが装備できます。スキルレコードってやつなんですけど、まあこれなんか適当に選んで右下の決定を押すとこうやって装備できるんで、でまあこのスキル1っていうのがスイッチ枠ってやつで、まあ攻撃するとそのスイッチゲージっていうのが勝手に溜まってって、ここにあるんですけど、この画面右側のところにこれが溜まりきると、SP 消費、ここ上の紫の SP ってやつを消費しないで打てるなんかボーナス攻撃みたいのが打てるので、で普通より威力が高かったりするんで、でまあそういうのね装備したり、これ武器っていうとこ選んでるんですけど、防具っていうとこ選ぶと、まあここ防具、上半身防具下半身防具ってこれ装備できるんで、まあ買ったやつとか、まあ、生産したやつとか、まあその最初多分チュートリアルのところで武具店とか行くと思うんで分かると思うんですけど、まあそれで装備したりね、生産とか購入したやつね。でここアビリティってこれ書いてあると思うんですけど、アビリティっていうスキルレコードもあって、まあ、防具の方に装備するスキルレコードなんですけど、これ装備すると常にステータスがこの上がった状態になるんですよ。ここにそのステータス書いてあると思うんですけど、装着してると常にこのステータスが上がった状態になって、まあ、こういうアビリティ効果とか常に発動されているようになって、まあ、これ発動条件とかあるんですけど、まあ、こういう発動条件を満たして
として発動するやつもあるんですけど、まあ、武具に関しては、まあ、武具の伸長タイミングみたいなのを解説した動画を作ったので、まあ、そちらも動画説明欄にあのリンク貼っておくのでよかったら見てもらえればと思います。あとはその便利機能で一番使うのがメニューアイテム強化交換で、この画面がめちゃくちゃ使う、もう一番使うので、俺目に愛嬌って覚えたらいいと思ってて、メニューアイテム強化交換だから目に愛嬌って覚えるといいって思ってたんですけど、まああのメニュー開いて上から2番目押せば、まあなんかこれ出てくるんですよ、この強化交換ってやつ、まあ、これがすごく便利で多分一番使う機能なんじゃないかなって思うんですけど、まあそれで、まあ、この強化交換から、まあ、スキルレコード強化とかあの武具強化っていうのができるんですけど、まあ、素材アイテムとかコルを使って強化できるんですよ。でまあ強化とか進化して、まあでも最初版はこの進化っていうのをしなくていいと思うんですけど、本当に最初版だとちょっと進むと進化しないと、まあの倒せなくなったりもするので、 SOIF って一番その挫折率高いのってそのストーリーの途中で武具とか進化しなかった人みたいなので、あともう10層とか13層行ってもうそのあたりでもうきつかったら進化しちゃっていいと思います。もちろんその層行く前にもうきつくなったらもうどんどん進化していいと思うので、でまあこの動画撮ってる時点でたまたまやってるこの武具育成ってやつですよね、リズベットと武具育成ってやつ、これやるとその、まあ、期間限定で多分毎月来るんじゃないかなって思うんですけど、これがなんかその武具の進化素材とかもらえてすごくいいイベントなので、その序盤の初心者でも倒せるくらいのあのイベントの難易度設定のやつなので、あとはこのシノンと一緒にスキル育成ってやつが来てもあのやった方がいいです。これ始まりの街テイモン広場でこれ受けられるので、これそんな敵強くないのであの一人で挑戦ってやって倒して手に入るので、あとはデイリーダンジョンっていうのは絶対やっておきましょう。左上メニュー右下イベント一覧でデイリーダンジョンってこれあるので押して OK をします。すると国鉄級っていうところに飛ぶんですけど、その国鉄級っていうところにデイリーダンジョン案内人がいるので、まあこれ飛べば話しかけた状態になるんですけど、一番おすすめなのはこの武器熟練度強化編っていう一番上にあるやつ、これが一番おすすめなんですけど、まあこれがこれやるのが理想なんですけど、まずはストーリー優先、あのストーリーを進めるためになんかその熟練度強化編以外でその例えばコルがあの足りないなとか、そのスキルレコード強化するこのレコードフレームが足りないなっていう時はスキル強化編やったり、コル獲得編やったり、武具強化したいならこれやったりとか、まあ普通はこれもう俺見て見ての通りこれ一回もやったことないんですよ。やったやつってこういうさ黄色いさマークこれつくんですよ、あのクリアしましたよってこれさ黄色いマークつくんですけど、俺一回もやったことないんですよ。でもまあコル獲得編は最初やるとこれ結構コルもらえるのでまあいいかなと思うんですけど、この熟練度強化編かあのスキル進化覚醒編、こうまあいろいろ赤とか緑とかあるんですけど、まあこれはスキル進化あのそのスキルのソードスキルとかアビリティとかによってこれ色がまあいろいろその進化素材の色変わってくるんですけど、まあこういうジュエルってやつですね、まあこれ残属性系が赤でみたいな、青はアビリティとかまあ盾のスキルをまあ進化させるのに必要っていう感じでこれ色分けされてるんですけど、まあそのやっぱストーリーきつくなったらその熟練度強化編とかこういうスキル進化編以外もまあやるのもありなんじゃないかなってちょっと思います。あとはデイリーミッションって言って、まあこのここにデイリー1号ってあの画面の左上あの上の方にあると思うんですけど、これ押すとデイリーミッションっていうのが出てくるんですよ。で今言ったこのデイリーダンジョンっていうのをクリアするとこれがあの達成扱いになって、これ毎日1回できるやつなんですけど、これをやるとアルカナジェムがもらえるのでこれ絶対やった方がいいです。あとはやっぱそのウィークリーミッションっていうのがあって、デイリーミッションをやってるうちにこれ達成されていくやつなんですけど、1週間のうち20回やればこれアルカナジェムが100ももらえるので、これは絶対やっておきたいです序盤は。あとはストーリーまず進めるっていう話をしたんですけど、まずは14層を目標にするのがいいと思います。なんで14層がいいかっていうと、あの強くなるためにあのすごく
重要なアイテムがあって、極意の針瓶っていうのがあるんですよ。でこのデイリーダンジョンの熟練度強化編でも手に入るんですけど、この極意の針瓶っていうのが毎日1個手に入るサブクエストっていうのがあるんですよ。あの一度受けてももう一回その受けられるあのクエストがサブクエストってやつで、まあ、フロアにいるんで、これが14層のマップなんですけど、14の1ってやつで、天陰門前の方、ここにあの気楽な釣り人のプレイヤーっていうのがいて、でこの人に話しかけると、この極意の針瓶っていうのが報酬にあるサブクエストが受けられるようになってて、まあこれ探し物のクエストなんですけど、しなる木っていうアイテムを5個集めると、あのフロアに散らばってるんですよ、このしなる木っていうアイテムがね。これ集めてこの人に話しかけると、まあクエスト達成になるんで、もう最初この極意の針瓶章、章瓶って呼ばれるやつがめちゃくちゃ必要なので、これできるようになるあの14層ね、まずはね、あの14層目標にするのがいいと思います。あとはレベリングが20層以上が効率いいんですよ。あのサブクエストってやっぱこれは今言ったやつは1日1回のやつなんですけど、基本的にサブクエストって1回クリアしてもあの繰り返しもう何回でも受けられるっていう感じなんですけど、レベリングの基本はサブクエストって言われてるんですけど、まあ、基本的にサブクエストなんですよ。で20層以上のサブクエストの報酬経験値がめちゃくちゃ高くて、でまあ20層来たんですけど、この20層の初回クリア済みのやつでもこれ66万9000いくらかとかになってるし、まあ、これはなんか特殊で縦宝石っていう進化素材もなぜか得られるっていう不思議なサブクエストなんですけど、まあ、こういうの 20層以上になるとマジでこの経験値高いんですよ。これ低い方です全然、まあ、一番今効率いいのは47層と50層って言われてるんですけど、まあ、そこでちょっとできなかったら、まあ、20層以上でどこか自分に合った階層を探して、まあ、レベリングするのがいいんじゃないかって思うんですけど、まあ、20層以上が効率がいいし、まあ、一番いいのが47、50層なんで、まあ、せめてそこまでいけるように、まあ、ストーリー頑張って進めるのがいいんじゃないかと思います。以上で序盤にやった方がいいことの解説を終わりにします。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録してもらえると次の動画作りのやる気が出ます。では失礼します。